That is exciting and promises to bring great benefit, most of which still have to be imagined. それはエキサイティング、まあ、興奮するようなことで、そして、大きな効果をもたらす約束、それからその多くはベネフィット多くは、まあ、依然として、想像される、想像されなければ、予想されなければならない。これね、訳はねちょっとねあれでね、想像もつかないようなって訳してるんだよね。想像もつかないようなで、僕はこれ想像され still have to be imagined、 想像もつかないような、何でそうなのかよくわかんないんだけど、依然として想像されなければならない利益の方が想像もつかないような、それは楽なのか、still have to be ってあったかな。しなければならないことをまだ残されている、想像されなければならないよ、想像されなければならないような、取り組まなければならない、想像されなければならないような、想像されなければ、まだ依然想像されなければならないような、まあそうかな、その多くの利益は依然として想像されなければならない。でこれ訳はね、想像もつかないようなって言ってるんだよね。想像されなければならない。想像もつかないようなって意味があるかな。想像されなければならない。まあ、そういう意味なのかもしれないけど、ちょっと僕はそこまで読めなかった。これ訳としては多分想像もつかないような、あの利益があるということなんだろうな。 But it also stir up worries、 しかしそれはまた心配を stir up、 持ち上げている。 Inevitably people fear that、 人々は心配している。 AI is creative enough toSurprise their creators could become malign。 あの人々が心配しているのはね、 AI の creative enough to surprise their creator、 彼らを作った人たちを驚かすように十分な AI の creative 創造性はCould become malign。 malign はね、あの本当でないこと言って人を受けなす、だから悪意になってしまう、うる、だからあの AI の想像、だから彼の作った人を驚かすように十分な AI のクリエイティブ想像力は、悪意となってしまうるということを人々が心配する。このマラインというのはけなすとか抽象するんだけど、あの悪意だよね。多分マラインって悪意って意味があったと思うんだけど、要するに悪用するって言うんですね。 In fact foundation models are light years from the sentient killer robots beloved by Hollywood、実際には基盤モデルは、ハリウッドによる、感情を持ったキラロボット、ハリウッドによって愛された感情を持ったキラロボットからライトイヤーズ何十年も経っている。
本当はライトイヤーズって何光年って宇宙で使う言葉なんて、これは何十年も経っている。Terminators tend to be focused, obsessive, and blind to the broader consequence of their action. この Terminator ってこれは映画の、なんだっけ、マグレガーが主演した映画の Terminator ね。この Terminator は、彼らのアクションの幅広い結果に対して、焦点なんていうかな、フォーカス、焦点を持ったオセシブ、取り憑かれたでブラインド、目くらいになったなってる傾向がある。で、幅広い彼らのアクションの結果に対して取り憑かれ、フォーカス、焦点を当てて取り憑かれて目くらいになってる傾向がある。ターミネーターってそうなんですね、映画ではね。それでファンデーショナル AI by contrast is fuzzy、 基盤としての AI は対照的にファジーって、ファジーです、曖昧、ぼやっとしてる、曖昧だ。で、similarly people are anxious aboutThe prodigious amount of power training these models consume and the emissions they produce。 同様に人々が、anxious about に心配している。心配してるが、prodigious 大量のかな、並外れた大量の、並外れた量、アマウント、パワー、電力だ。電力、トレーニング、ジーズ、モデル、これはモデルを教育する、パワーコンシューム、電力の消費、コンシューム、消費と、彼らに作り出すエミッション、排気ガスについて心配している。だから、ファンデーションモデルは、電力をやたら消費するんですね。だから、排ガスを出す。However、しかしながら、AI is becoming more efficient。AI は、より効率的になっている。And the insights may well be essential in developing the technology that accelerates a shift to renewable energy。だから、彼らの、インサイト、これは普通洞察力って言うんだけど、そうだね、モデルの洞察力でいいね、は、リニューアルエナジーへシフトするのを加速する上での技術の発展のために、よく必須的、必須エッセンシャル、必須であるかもしれない。まあ、ウェルだから、なんていうか、よくだ。それで、a more penetrating worry is over who controls foundation model。 さらなる、penetrating、 中に入っていく、さらに突っ込んだ心配は、基盤モデルを誰が管理するかについてだ、オーバー。The training a really large system such as Google's Palm costs more than $10 million ago and requires access to huge amount of data. The more computing power and the more data the better. で、本当の大きなシステムを教育すること、such asGoogle のパームコースような、で、パームコースのような、それは、1000万ドル、1回あたり1000万ドル以上かかる。パームコース、コスモーダン10ミリにしたらで5、アンドリクエアアクセス、シュージャーマートデータ。そして、巨大な量のデータを
に対するアクセスをしようとする。で、より、計算力が増えれば、よりデータの精度は良くなる。This raises a spectrum of technology concentrated in the hands of small number of tech companies or government. このことが、技術のスペクトルというのは不安材料をもたらす。で、不安材料をもたらす、どういう不安材料かというと、少ない数の技術企業と政府の手に集中される、技術が集中されるという不安材料を引き起こすというのね。で、If so, the training data could further entrain the world biases. もしそうだとすれば、このトレーニングデータは、世界のバイアス、バイアスだから偏見、先入観、偏見をエントレンチ、確立、さらに確立しうる。で、and in a particular stifled and unpleasant way、特に stifling っていうのはね、窮屈になって重苦しい、そしてアンプレザント、不愉快なやり方で。で、Would you trust a 10 years old who entire sense of the reality had been formed by surfing the internet? あなたは10歳の子供を信用するだろうか。で、彼らは完全に、現実の感覚をインターネットをサーフィンすることによって、形成されてきている。だから サーフィンの中で彼らの現実の感覚を持っている10歳の子供を信用するかというんですね。それで Might Chinese and American trained AIs be recruited to ideological struggle to bent minds。 で、bent minds とは、ね、夢中になるというね、イデオロギー的な闘争に夢中になっている。で、これリクルーテッドを受け入れる、イデオロギー的な闘争に夢中になっていることを、中国人、アメリカ人の教育された AI が受け入れているかもしれない。 What will happen to、 要するに偏って言ってみたよ。 What will happen to culture that are poorly represented online? オンラインで、脆弱に表現されて表されている文化に対して何が起こるだろうか。偏って言ってみたね。で、これで終わりだと思う。まだあった。もうこれぐらいにしとくか。なあ。どうだみんな。文野さん、この続きってどんな感じで流れていくんですか？これで終わりだよ。この話のなんていうか、テーマというか、どういう結論になっていくんですか、この話って。でっかい論文読んだばっかりなんだけど、結論はね、こういうディープラーニングが、要するに、一回ぐるっと回すだけで、10億円ぐらいかかるんだけど、それがどん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 進化して大規模になっていく、もう果てしなく。で、普通だと収益低減の法則があって、でかくなればなるほど効果が減るって言うんだけど、この世界はそうじゃなくて、でかくなればなるほど良くなるんだ。ただここに最後で僕が説明したけど、ただバイアスかかったりするからそれは気をつけなきゃいけないよと言ってるんだけど、それにしても果てしなくそういう機能が、で、結局は今までは単純作業がコンピューターがするって言ってたんだけど、今はこういうディープラーニングによって単純作業じゃなくて、作家とかドクターとか弁護士とかあらゆる職業がこれによって侵食されるだろうと。ただ侵食されるけど、それを職業として侵食するんじゃなくて、そういうふうな専門的な人たちがよりさらに進んだものを考える仕事に集中できるようになるだろうと言ってるのね。だから職業がなくなるんじゃなくて、こういうふうなとんでもないディープラーニングの世界に出てきたけど、それやっぱり我々どういうふうにうまく利用するかってことを考えなさいよって言ってんの。
だから結局作家、いや僕はこのなんだっけ作家とかさ、あのここに出てくるような実際の、あの次の論文では文章サンプル出てくるわけだけど、どうやって作るのかって書いてあるけど、あのやっぱ完璧じゃないんだよ。ディープルもそうだけどね。でディープルなんかものすごい進んだ翻訳だけど、8割ぐらい正しいけどさ、やっぱりちゃんと読まないとさ誤訳なんだよね。だからそれはやっぱりその専門的な作家とかさ画家とかっていうのは、あの彼らが職を失うことはない、弁護士とかね。ただ今までみたいにただ単に、まあ、あのそういうふうなこうなんていうかな、サラリーマンでもサラリーマン的にやってる連中はもう職を失うだろうみたいなことだろうな。だから専門読家って人は職を失わないっていうことを言ってるね。ただやっぱりその作った人もあの予想していた以上に彼らの考えてることが、クリエイティビティがすごいのでびっくりしてるのは事実だね。なるほど、うん、だから僕のはディープル使って思うんだけど、よくまあこんなすごいこと考えるなって、僕はこんな風に翻訳しないけどっていうのいっぱいあるよ。勉強になることある。へえ、こうやって分かる。さっき僕は分かったけど、あのこの意味分かんない言ったでしょ、あのイマジンドってね、ハーフトゥーイマジンド、何でそういう訳するの。多分あれ正しいんだと思うんだけど、そういう訳もあるんだろうな、想像 してもいなかったみたいなね、本当はね。でも、うん、まあそこまで訳さなくてもいいのかなって気もするけど。だからまあただね、これね、ディープラーニングだけど、今のね皆さんの世界の注目はディープラーニングじゃなくてメタバースに移っちゃってるから、まあディープラーニングなんてもういいよっていうような流れだね。メタバースは、 Web3 はね、それはそれでもって金かけてやったらと。要するにコンピューターの世界でもっともっと早くしてパラメータを1兆個とか作って、やっぱり分回してやってきゃそれはそれでいいんじゃないのみたいなことで、今はメタバースの世界だね、もう全面的に、うん、だからもうあの僕そう思ったのはね、メタバース思ったのはね、老子宗氏のね、あの蝶の話言ったんだ。蝶知ってる？蝶、自分が蝶になったっていう話があるんだよ。で夢の中で蝶になったんだけど、夢の中の蝶が夢なのか現実の自分が夢なのかっていう話なんだけど、メタバースってそういう世界だね、掃除そのものの世界だ。だからあの蝶の世界の中で自分が生きていく。だから要するにあの Google グラスをかけてさ、あっちの世界になりきっちゃうと恐ろしいんだよね、子供が。さっきあの10歳の子供が言ったでしょ、インターネット世界で、あれ言ってんだよね。だからあのガジェットの世界にはまり込んでると、そっちの方がカンファタブルなんだよね。でそれは恐ろしいことだって言ってんだよ。でそれは事実で、でも今の世界はあの Web3 の世界はそういうふうなゲームの世界で、今最先端のゲームだとすごいよね。もう本当にね、街の中入っててさ、それもファウンデーションモデルなんだけど、基盤モデルなんだけど、世田谷の街のファウンデーションモデルがあってね、で階段上がって2階に階段上がっていけるんだよ。ドアも開けられるし、中にも入れるし、であとゴミ箱を持ち上げられるし、蓋開ければ中、設計してれば中にゴミが入ってるし、現実全く一緒なんだよね。だから今できないのは匂いと食感かな。食感はね、今あの高周波でね手袋しなくてもこれがカビだとかこれがスケだとかっていう判別する技術まで来たので、匂いも時間の問題で開発されるけど、匂いと食感できればもう現実世界であんま変わんないよね。で僕は思ってるのは、もうじき出てくるのはメタバース、あの出てくるのはね、例えばメタの世界であの靴買ったり T シャツ買ったら、あさってユニクロから届くみたいなことが起こると思うんだよね。そうなってくると、もう現実の世界と仮想世界となんかオーバーラップして、仮想世界の方がカンファタブルなんだよ。どうしてかというとね、今あの人自分自身がね、あの なんだっけ、あの名前忘れたけど、アバターになってあの会議出るんだけど、1年もしたら自分自身が出れるんですよ。
自分じゃ出れるってことは奥さんも出れるし友達も出れるから、それは自分が好きなように性格も変えられるんだよね。だから恐ろしい世界が来るよね。だから全くだから世田谷の街そのままそのままで、自分の家がそのままで、ドア開けて中に入って蛇口ひねれば水が出るし、あ、水を飲むことはできないけど、でも全く自分の世界と同じだから、そこでカウンタブルな生活ができちゃうんだよね。だから現実の世界に戻りたくなくなるっていうのは、子供なんかすごく危険だよね。そういう世界が来る、もうじき、ここ1、2、3年 で、 で今あのゴーグルみたいな重たいのつけてるけど、2024年ぐらいに今度はメガネでできるんだよね。メガネできるとやっぱりそういう世界と、今はメガネあるけど、あれはどちらかというと、あのパソコンの映像をこう壁に映し出すみたいなことはあるけど、今言ったバーチャル世界を映し出す機能はまだないの。でそれは 2,3 年出てくるから、そうなってきたら結構やばいよね。だから現実の世界入ったり仮想世界入ったり出たり入ったりできるようになるし、物を買ったりできる、土地も買ったりできるしね。だからどこまで現実でどこまで蝶々でどこまで人間なのか分かんない世界だから、掃除は蝶々の方がいいって思ったりもするんだよね。でそういう世界来るから、Web3.0 ってどうなっちゃうのか俺もよく分かんないけどね。しかも仮想通貨でね入ってくるからね。だから物買ったり NFT なんかでね物買ったりする。で現実だとどうなるのか分かんない。まあ確かにその革命が起こるのは事実だね。今日の話はどちらかというと革命まで、リボリューションで言ってるけどね、でもメタバースに比べたらまあ些細なことかな、そんな感じがするんだよね。そういうふうに思ってるんだけど、もうすごい、この今日話したやつのね5倍ぐらいのやつ読んだんだ俺、すごい大変だった。3日ぐらいかかったけどね朝、うん、やっと今朝読み終わったんだけど、いつもは10時半頃出てくるんだけど、今日11時頃までかかっちゃってね、もうやんないといけないからと思って、あの日曜の3時間あのエコノミストのディベートあるからね、しょうがないからやったんだけど、うん、他にあるか質問。ありがとうございます。今日の文章ね正直言って簡単じゃないよあれ、うん、うん、簡単じゃない。もうまあ僕は全部理解したけど、でもなんか役はうまくいかないかも、役はうまく説明できないとこもあったけど、意味は分かってる、うん、いいかな。ありがとうございます。まあね、ありがとうございます。え？あれ？それじゃあね、今日はこれで終わりますね。